なんだけどっていう。逆に脳洗浄、この間久々メンテナンスって言ったら脳洗浄は行きました。でも久々にちょっと私もうエステはもう全く行ってないな。久々になんかしたい、なんかしたいっていうか、もう肌治療とか全くしてないんで、最近マジで自分で自力でスキンケアって感じ。そう、なんかね、タイミング的に行くタイミングがなくて、全然美容系行ってないです。ネイルとか、私髪結構優先しちゃうんで、髪はね、もうプリンに耐えられへんから、今こんだけやけど、もう耐えられへん。めちゃくちゃカラー行きたいですっていうぐらい、髪が一番メンテナンス多いかもしれないです、私。今の推しスキンケアなんですか？今とかだと、まあ最近出してたクレスクとかかな。あとソフィーナの毛穴とかやと、ソフィーナとかの泡洗顔とかですかね。なんでクリスティーナ見たんですか？何？他にもいいスキンケアがありすぎるから、他に効果を感じたら、移りますね。移りますね、ってか。はい。シェーディングは少しだけしてまーす。ハイライトは、ボビーブラウンとジルを使ってます。ハイフはしてますね、けど最近全然してないから、それハイフも行きたいなって思ってる。お財布はカードしか最近使わんから、カード、クイックペイ、 ID とかカードケースですね、シャネルの。福岡行きたい。リップは今日はジルをつけてます。ジルのリップをつけてます。クマケアはしてないですね。クマ取りしたいぐらい。クマがひどいってめちゃくちゃ言われるので、クマ取りをしたいんですけど、クマ取りした人おる？痛いんかな？髪の毛のケアは、シャンプー後にトリートメントぐらいかな。でも、レプロナイザー使って全然変わった気がします。なんか、サラサラに見える。毛触りも違うし。ね。ホタテちゃんやん、ホタテちゃん、ホタテちゃん。これ何、何分やったとかライブで見えんの？シミ取りしてないです。肌管理の YouTube 出してほしいです。え、結構出してるやんな。結構出してます。結構出してます。まあ私の YouTube が主にスキンケア、コスメとか美容系なのであれなんですけど、結構出してんねんけどな。クリスマスツリーにした。最近お顔がより優しくなった気がします。マジ？なんか変わった？うん、痩せたとしか思わない。あ、ほんま、すごい痩せましたよね。ほんと？うん。ニットミューミューです。戦いの YouTuber 私結構出してます。この前ストーリーに載せてたサンタさんとトナカイの置物、私もずっとしてた。あー、あれ、フランフラン。でも、最近フランフランに行ったら、もう売り切れてましたね。
やっぱまあもうクリスマスシーズンとかクリスマスが近いからみんなもう今めっちゃ買い張るよな。ドライヤーは伊勢丹で買いました。伊勢丹と東急で買いました。クワひどいって言われるよ。私クマ取りました。脂肪再配置、脂肪再配置とかあんの怖いね。ダウンタイム楽です。昨日ゆうかちゃんの依頼に見たいたね。あ、バレた。見てました。フルカードホタテと見てます。うわー、ホタテちゃんみたい。ホタテくんっていうね、私と私のグルートさんとめちゃくちゃ似てる同じダックスのクリームの子がいるんですよ。ホタテくんっていう、めちゃくちゃ可愛い。ダーマペンしたことないです。ああいう針系のこうなんていうの、傷つけて肌再生させる系は一切したことないんですよね。だからダーマペンとかよくなんかこうなんちゃらレーザーみたいなしたことありますかって聞かれますけど、一切したことはないです。りほちゃまあり、はーい。涙袋はルナソルのやつを塗ってます。ホタテちゃんくん、もう読まれへんくなってきた。おでこ丸くするのしてますか。何それ、ヒアルとかですか。私おでこほんまに何もしてないよ。ここなあ、おでこ普通に、でも横から多分見てもらったらお分かりになると思うんですけど、普通に平らですよ。私ここそんな丸くないですよ。全然平ら、平らやから、ほらここ全然平ら、何もしてないし、何もしてないです。ハイライトで丸く塗って ここやな、丸く塗って丸く見せてるだけで、おでこは何もしてないですね。デパコスのベスコスも出します。松江区ついてないです。普通にまつげ、地まつげです。ピース。鼻どこでやりました。鼻も一切やってない、マジで。ほらほらとか言って鼻は逆にアップノーズのスッでした。お花の方に憧れます。何もやってないですね。鼻先ヒール、ヒールもしてないって。ほらこんだけ、こんだけ上がるから。おすすめの香水、おすすめの香水は最近グッチ使ってるような気がする。グッチを使ってます。アイシャドウはルナソルで、リップがジル・スチュワートです。今日のハイライトはジル とボビー・ブラウンを混ぜて使ってます。鼻クリップです。鼻クリップね、いまだにやる。今日の朝もやったし、なんなら持ってます。今も持ち歩いてます。スタジオに持ってきちゃった。人中短くするのないからね、それ何もしてないんですね。人中短くするのも、あれや、あれ書いてます。上唇書いてるのと、あとここにちょっと書いてみてもらえば分かるんですけど、若干線を入れてますね。しゃっくりが止まらへん。弁当を食べてました。3食しっかり食べないですね。3食はさすがに食べてない気がします。3
3食食べると私結構太っちゃうんですよね。なっ3食食べると一度永遠に食べれるから、逆に私太っちゃいます。めぐみのニットは今年のです。まだ売ってるんちゃうかな。フィルター外すにも頼む。フィルター外そうもん。顔がでかくなった。ということで、もうスタッフさんが出るようになったからもう帰ろう、家に帰ろう。朝ごはんほぼ食べないんです。私朝ごはんはほぼ食べなくて、昼過ぎぐらいに食べます。昼とか半でどこな。あ、今日なんですか。今日はジバンシーのコンシーラーと、あとはディオールのパウダーをつけてます。りょうちゃんが好きな女の子の顔、私韓国の女優さんだとコユンジョンさんとか可愛い。ああいう顔が大好き。ね、トイレ行く？行きますか？いや、大丈夫後で帰る際に行くわ。下地はね、あ、下地何使ってた私、スックだ。スックを使いました。ディオールのパウダーとクッションネル、どっちもいいけどパウダー好きかも。はい、バストケアしてないです。シナやばいよな、もう来年28なのに。今日のリップはジルスチュアートをつけてます。ということでですね、っていうことで、もうちょっと待って、今日何時からおった。今日はね、11時から今までいました。何時間？9時間、このスタジオにいてるんですけど、ちょっとそろそろ帰るので、もう皆さんまたどこかでお会いしましょう。また、不意にインスタライブします。ってことで、見てくれてありがとうございました。次はメイクライブとかしたいと思います。メイクしながらインスタライブ。はい、ってことでバイバーイ。